い、それでは見事開幕戦 N クラスウィーナーとなりました HFDP レーシング野尻智樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。残念ながらポールスタートというわけではなかったんですけども、どんなレースだったでしょうか。そうですね、スタートがすごくうまくいったんで、そこからは1位を守るだけだったんですけど、なかなか後ろの選手も速かったんで結構大変なレースでしたね。2番手に浮上したトンプソン選手がかなりの猛チャージを見せました。そうですね、やっぱり後ろから迫ってきてるのは分かってたんですけど、残り 4,5 周とかだったんで、本当に自分のベストの走りをあと 4,5 周、たった 4,5 周すればいいと思って走ってましたね。その結果、デビューウィンとなるわけですけれども、自身の F3 初レースはどうだったでしょうか。そうですね、なかなか思うようにもっともっと速く走れてはなかったんですけど、ただすごいその辛いレースをした中でもすごいいい勉強はできましたし、明日にもつながるレースだったんじゃないかなと思います。その明日はポールポジションからスタートですけれども。そうですね、明日はポールポジションなんで、このまま引き続き明日もここに1位で帰ってこれたらなと思います。期待してます。ありがとうございます。頑張ります。